はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いします。本日はですね、うちのあの KG をね、ご紹介したいと思います。まずはですね、これ男子部屋なんですけど、こんな感じですね。これこんな感じでコト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 コ2階に上がれるようになってるんですけど、こっちにも行くんですね。こっちこっち、こっちがですね、潜る部屋ですね。潜る部屋、ここで毛並みを整えたり、あの寝るとこですね。でこれ2階行きますとですね、ここにトンネルがあって、このトンネルを登ってくるとですね、こここれが2階部分ですね。2階はこんな感じですね。2階、これ砂場もありますよね。これが2階部分 でまた一つ作ったんですね。これトンネルを今度こっちに行きますとですね、これ今度もともとあったケージなんですけど、新しく改造したんですけどね、ここがねアルミプレート置いてるんですよ。これ夏仕様じゃないんですけど、ちょっと暑くなったらここで涼しんでもらおうかなと思って作りましたね。だから男子部屋は1、2、3部屋とこの潜る部屋ですね。こんな感じになっております。はい、この男子部屋の隣がね、これ女子部屋なんですけど、女子部屋はこんな感じですね。今豆腐食べてくれてますけど、これケージで2階建てですね。こっちもね、階段がありまして、2階部分は素焼きの爪とぎハウスか、こんな感じになっておりますね。でこっちに男子部屋と同じように、これ潜る部屋ですね。でこっちはつながってまして、ここにももう一部屋あるんですよね。砂場でこれも階段登れるようになって、おっ、みんないましたね。ここにいますけど、これが右の部屋ですね。それでですね、これ階段上がりまして、ここにまたトンネル作ったんですよね。ここでこれを上がりますと、この部屋ですね。ここも夏仕様で、これね、うさぎ用のアルミプレートですね。ちょっと大きなの買ってきましたけど、今ここに見えるかな。一応ここは夏部屋になってますけど、ここはまだ扉作ってないんでね、前からお世話できませんけど、女子部屋も1、2、3部屋とちょっとしたこの潜る部屋ですね。こんな感じになっております。はい、それでですね、こちらはちょっと暴れん坊の子を隔離してるんですけど、これは100円素材で使ったケージですね。これ一人部屋ですね。一人部屋、はい、この一人部屋の下が2階建てなんですけど、
これも100円ショップの素材で作った2階建てのケージですね。ここには新人君が2匹いますね。この2階建ての部屋に。はい、それで最後はですね、こちらも100円ショップで作ったあの2階建てなんですけど、こっちには4匹いますね。4匹。ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、これも2階建て。はい、こんな感じでなっておりますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9部屋か。で、これがアイスクの部屋ですね。アイスクを寝ておりますけど、こんな感じになってますね、うちのページは。はい、といったわけで本日はうちのケージをねご紹介いたしました。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それではさよなら、さよなら、さよなら。